どうもです。お疲れ様でしたという表現が良いのかなと思いまして、出てきました。決勝終了ということで、ここでスペシャルゲストにですね、小林香美さんを迎えて、決勝をちょっと振り返ってみようということで、早速お呼びしたいと思います。小林香美さん、よろしくお願いします。どうも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 、お疲れ様です。はい、小林香美さんです。拍手。じゃあちょっと座らせていただいて、はい、いやー、よーいどんで決まってしまいましたね。僕さっきのトークショー来てみた人います。僕なんて言ってました？ルイスでしたね。当てなかったですね。ルイスどうしたの？僕も昨日の夜最後ルイス・ハミルトンとトークショーして、チャーリーさんとのトークショーをやった時に、僕がスタートのボタンを押すからルイスに優位に押してあるよって言って、本当みたいに盛り上がって失敗したから、俺130ヤードで見てたけど心がちょっと痛かったです俺のせいかなとか思って。いや、何があったんですかね、あれね。多分、うん、タイヤの温度とかそんなの関係ないんですけど、多分クラッチの本当にミートだけかなと。オンボード映ってたんですけど、スタートしたと思ったら一回ヘルメット下に落ちてたんで、多分ちょっと失速したみたいなんですけど、クラッチがドーンって落ちちゃって、そこでガクンってなってるような感じだったんで。ああ、難しいんですよね。なるほどね。本当に。いやでも逆にね、ニコ・ロズベルグはもう出て行ってしまったら、ね、あっという間にもう1周1秒ずつぐらい離していっちゃって、うん、早かったっすね。あんなに最初早いのになんで最後あんな詰まるんですかね。ね、最後ね、ゆっくり走ったんですかね。僕もわかんないです。ね、いやでもまあそうですね、もうスタート次第ですね。ここは本当に残念ですけど、ね、でも僕的にはその後の、まあ、ルイスが最後フェルスタッペンを追いかけてるところは非常に見どころだったのかなと。いや、 ありましたよね。19歳はすごい落ち着いてますもんね。フェルスタッペン、まあ、2位に入って本当おめでとうなんですけど、どうなんですか？何回かね、もちろんいろいろ知ってると思いますけど。僕全然知らないんですよ。あ、知らないですか？そう、もし僕フェルスタッペンだったら僕初めましてなんです、実は。あ、そうなんですか。かぶ、はい、ってないですね。かぶってないし、うん、だいぶ年下ですよね。まだ20…いや、僕ね、妹と一緒の年なんですよ、フェルスタッペンが。19歳、お、ちょっと辛いですよね。そうなの。ちょっと実は心痛いです。痛いです。だって今考えたら僕ね、ヨーロッパからレース帰ってきて、はい、妹を久々に帰ってきたら、だいたい妹を銭湯に連れていくっていうのが日課やったんですよ。ああ、いい話ですね。1歳、2歳、3歳ぐらいの時に、うん、まあそんなこと、同級生の人が今 F1 でバリバリ走ってるんですよ、はい、この前妹だったんですけど、ちょっと衝撃ですよね、それを考えたらすごい幼稚でしたもんね、子供、妹が。あ、なるほどね。そんな彼が、でも本当ね、2位に入ってすごいなというふうに思います。すごいです。でもハミルトン選手もハードタイヤになったこの2スティント目から息を吹き返したように、どん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 ペースアップをしてって、多分ね、最初から速かったと思いますよ。あ、なるほどなるほど。でも多分最初プッシュしてもあんま意味ないからっていうのに、1人の時にプッシュするっていうふうな、まあ、タイヤの使い方なのかなとは思うんですけど、うん、いきなり8番手に落ちちゃって、こう集団の中走る時にはちょっと抑えながらとですね。でタイヤを温存して、まあクリーンになったところで飛ばすっていう。そうですよね。いやでもそういう意味では最後見応えがあって、あのままああいうバトルがなかったら、うん、そのまま終わっちゃったんですよね。ねえ、ますますお客さん減っちゃいますよね。ねえ、心配だ心配だってずっと言ってました。まあね、そう、確かにそういう部分はあったかなというふうに思うんですけど、SC が一度も入らず、うん、そして完走を全てする、はい、これはなかなか良かったんではないかなと。良かったんですか。良かった、みんなも最後まで頑張れたということ。そうですね、何も怪我しなかったっていうことで良かったんですけど、うん、まあレースとしてはね、はい、やっぱり何かと個人的には僕面白いんじゃないかなっていうのは、ドライバーながら正直思うんですよ。でそれぐらいのレースの方がやっぱりこう何が起こるか分からない、この先何が起こるんだっていうのも読めなくなると、やっぱり人間それがすごく楽しいんじゃないかなと思うんで、まあそういうのもありのレースの方が、まあ、僕的にはこういろいろ喋りやすかったですけど、今日あんまレース見てそんな喋るとこなかったですよね、正直。そうです。僕が黙認したのはシケインの突っ込みで、ハースのね、グテーレスがイン入ってパンってなった、はい、あの瞬間ぐらいかなと、はいはい、そうですね、あそこかなとは思ったんですけど、ね。でもガオミさんといえばね、ヘアピンでもガーンと抜いたりとかね、先ほどザーバーステージでもちょっと顔出してくれましたけど、ああいうアグレッシブというか、インに行くとかいうのが近頃見れないですよね。僕はなんでステージで顔出したのがアグレッシブなんですか。いやいやいや、なんか嬉しかった。はい、
ねえ、いや、いますよ、いますけど、いますよ。ここは鈴鹿はどうなの？鈴鹿でもパフォーマンスしてましたけど。そうですね、あのね、やっぱできる時できない時あるんですよ、あのやる気スイッチみたいな。おそらく僕はあの鈴鹿の2010年に限ってはやる気スイッチが入ってたっていうだけで。あ、入ってました、はい、別に常に入れてないんですけど、入んないんですよ、なかなか。で、入るとああいうことが起こるんですけど、うん、なかなかそこに行けないっていうのは、まあ実際やっぱりあるところで、結構ああいうのってメンタルから来る部分があって、うん、あのもうここは絶対行くんだっていう気持ちで行ってても、あれっていうのがあって、でもどっかで行っちゃったらこんな余裕で行けるんだってなると自信につながって、それがまあ簡単にうまくいくようなリズムになったりっていうような、すごいね、小さいとこからそういうことって起こるっていうのは、まあ自分もよく実感してるんで、うん、まあ残念ながら、まあこの鈴鹿でなかなかそれが見れないっていうのはまあまあ残念ですけど、でも最初の方は結構なんていうんですか、入れ替えはまあフォースインディアが意外にスピード良くなかったんで、うん、まあそういう意味では、そこでは入れ替えがあったのかなとは思いましたけどね。で、あの順位の方も、ニコ、そしてフェルスタッペン、ハミルトンで、ベッテルが4位ね、はいはい、早かったけどね。早かったですよね。ね、ちょっと最初スタートであんまいいスタートを切れなかったのが、まあ、こういう展開になったのかなと。おそらく多分フェルスタッペンぐらいは全然、普通にスムーズにレースしてはそのぐらいのペースかなっていう感じはしたんですけど、スタートも良かったんですけど、多分あのレッドブルーの2台の多分あんまスタート良くなかったのに挟まれて、まあ、ライコの君も、ちょっといいスタートは決めなかったのかなっていう展開はあるんですけど、そうですね、フェラーリは4、5で君ライコネが5位、はい、だから早かったんだけど、ちょっと最初のスタートの部分とか行く前も自信あったみたいですけどね、そこそこいけるんじゃないかっていう、それがまあ結果になかなか繋がらなかったっていう感じですね。で、6位がリカルドが、はい、あ、もっといくかなと思ったら、ちょっとだんだんペースどうだったんですかね、リカルドの場合は。多分、なんていうんですか、フェラーリ軍団と一緒に走ってて、多分タイヤがあんまりうまく使いこなせなかった。やっぱり一人で淡々と、まあ、フェルスタッペン、ローズベルトみたいに走ってると、やっぱりタイヤってすごいいいコンディションを維持できるんですけど、やっぱり前の車に詰まったりそういうことするとタイヤを無駄に使って、本来のパフォーマンスが発揮できないという展開にはなったのかなと思います。あ、なるほどね。やはりそういったのもレースっていうのをこうやってみて、そのポジションポジション、場所場所によってやっぱ変わってくる、はい、それも、うん、いろいろあるんですね、はい、で、ペレスが7位に入りました、はい、で、8位に、まあ、フィルケンベルという形になりまして、はい、で、ワンストップ、うん、あのウィリアムズを、はい、日本ラストランドマスターさんが9位に入り、はい、10位にボッタスと。よかったですね。いや、ワンストップ、ワンストップ、なかなかね、勇気いりますよね、あの感じでワンストップやるのは。正直この鈴鹿ってやっぱドライバー的にはタイヤ良ければね楽しいんですよ。タイヤ悪い中、抜かれる中、なかなかあそこをこらえるっていうのはすごく難しいと思うんですけど、本当にフィリップはすごく頑張ったのかなと。そうですね、うん、だそういう意味ではいい結果で入賞という形でね、うん、で、あとはあの地元のマクラーレンホンダ、はい、アロンソ選手が16位、はい、バドン選手最高尾スタートから18位という形でしたけど、はいはい、なかなかこううまくいかなかったですね。難しいですね、この順位のコメント。そうですね、まあ、正直難しかったので、どう言えばいいですかね、僕もどう言いましょうか。頑張ってほしいですよね、でも頑張ってほしい。そうですね、そちらなんで、すいません、あんま大きい声で言えないです。そうですね、頑張って、すいません。来年に向けて、来年に向けてね、来年に向けてね、来年はバンドーンが来るんだ。バンドーン、バンドーン、あ、バンドーンといえば、さあ、ここから月末の話に戻りましょうか。はい、スーパーフォーミュラーの方で。ああ、そっちね、ハミさんね。あんま僕それ話したくないんですよね。やめましょうかもうやめちゃいましょうかでもね、要するに数字上のチャンスはもう皆さんにあります。いや、でもね、やっぱりね、来年はね、何が一番いいって、車が大きく変わります。はい、馬が5秒変わると言われております。ですね、僕がウェックでやっている、まあ、チームメイトのウェミっているんですけど、レッドブルーのウェミが幅の大きいタイヤ乗ったんですよ。あ、テストで、うん、はい、5周ぐらいで首が折れそうになったって言ってましたからね。それぐらい全然グリップが違うって言ってたんで、まあやっぱり相当ドライバーにも負担かかるし、プラスアルファ、まあ、ダウンフォースも増えたんかなっていう意味では、これは相当正直、今までのこの流れは、まあ、車が今までのこう車データっていうのは使えないと思うんで、もしかしたら
まあ、チームの勢力図っていうのは多少変わるのかなとは思いますね。あのタイヤの幅が広くなって、まあ、4秒5秒速くなる、あのポールさんもペレリで言ってたんですけど、はいはい、ドライバーには相当負担かかるよ。あのね、タイヤが変わると何が変わるって、もちろんこうグリップは簡単に変わるんですけど、実はそれ以外のパワーステとかそういうのも全部変えないといけないんですよ。だからね、最初そういうのもトラブルも結構あるんですよ。僕らこう走ってて突然鈴鹿の1コーナーのとこで、それまで軽いのに突然重くなったりするんですよ。でその辺なんでなんだって言ったら、パワーステの限界があるんですよ。でもそういうのってまだやっぱシミュレーションでは出てるんですけど、実際シーズンそういった新しいあの空力のパッケージの車でこうシーズン初めにこの機械って思ってるの、このぐらい の力がいるなって思ってるんですけど、思ったよりもダウンフォース稼げてなってなると、途中でパワーステの限界が来ると多分人間がもう本当に切れないぐらいのステアリングの重さになったりするんで、まあ、そういうことになると今度、まあ、パワーステにもいろいろトラブルが起こったりとかいうことがあって、展開が分からなくなったりとか、まあ、そういう意味では1年目っていうのはそういうのはすごく僕は楽しみですね。あ、じゃあ今勢力図が変わるという、今までのこの流れと違ったチームがポンとブロック的にも前に行ったり、まあ、正直マクラーレン、ホンダ、マクラーレンですよ、そんな外しはしないと思うんですよ、はい、逆に言えばすごくチャンスかなと僕個人的には、まあ、思っているので、来年は楽しみにしたいなと思ってますね。あのドライバーもそう考えると、要するに G がかかる、はい、まあ、首の強さ、腕力の強さ、はい、もっともっとこう力強いマッチョ系の人が頭角を現すみたいなことはあるんですか。いや、マッチョがね、いいわけでもないんですよね。あ、これね、不思議なんですよ。あの車ってやっぱ軽いドライバーの方が断然有利なんですよね、はい、あの同じ軽いドライバーに必ずウエイトを積むんですよ。同じウエイトにするために積むんですけど、レーシングカーって同じ重量のものが上にあるのと下にあるので、それをちゃんとエンジニアが数字に表してくれるんですよ、はい、要するにドライバートータルのドライバーの、重量プラスアルファウエイトを積んでるんだけど、このドライバー例えば20キロ重くて20キロ積んでないですと、僕は20キロ積んでますとってなると、まあお前の方がそれだけで同じ重量ですよ、ウエイトと人間それでもコンマ2ぐらいその、重心の低い方、センターグラビティって言うんですけど、英語では日本語で何て言うの、センターグラビティって多分センターグラビティでしょうね。絶対嘘でしょ絶対適当でしょ今の見てください、この適当な人いやいやいや、弱ったり上手よう1日喋ってるな、これで3日間です3日間いや、そう、なんか真ん中の重心がどれだけこう重量に対して動くかっていう、計算でコンマ1、2って普通に出ちゃうんですよ。多分20キロあったら結構違う、コンマ3ぐらい違うんかなっていうぐらい。あ、じゃああんまりマッチョでウエイトを積まないぐらいのギリギリの、そうだから人間はでかいとダメなんですよ。でかくないとダメ、でかいとダメなんですよ、はい、小さい人間で軽くて重心をできるだけ低いとこ、要するにウエイトを、鉛を一番お尻の下に置く方が実際車を速く作れる。でもちゃんと G にも耐えられるようなタイプのドライバーじゃないけど、でもね、面白いのはね、多分小さいドライバーの方が有利だと思います。あの顔でかいドライバー、顔でかいドライバー、顔でかいドライバー、はい、大体みんな首太いんですよ。はい、太いですよね。顔小さいドライバーって何、そんな大してね首太くないんですよね、レーシングドライバーでも、はい、おそらく、まあ、ぶっちゃけな話、頭の重さって実際測れないじゃないですか。あ、頭の首ちょん切って軽量機に乗せるわけにもいかないじゃないですか、はい、だから実際分かんないんですけど、僕らこういろいろレーシングドライバーと会ってると、なんとなくやっぱり頭がでかいドライバーってもうすごい首が太いってイメージがあって、そんなにまあ顔大きくないよねとかいうドライバー意外に首普通だねみたいなのがあって、はい、もちろんそのなんていうんですか、レースやってない人に比べたらもちろん太いんですけど、でもその中でもやっぱりレーシングドライバーの差っていうのはやっぱりこう小さい人の方が、まあ、そういう意味では負担は体にも負担は少ないのかなとは思いますよね。あ、じゃあ今いるレーシングドライバーの中でもう、まあ、軽量級の人たちでうまくまとまると、うん、その、まあ、これからいろんなことがある中で前に行くチームとか前に行くドライバーなんていうのが出てくる可能性がありますね、うん、そうですね、うん、まあ、僕はそこは来年の方がやっぱり今年よりは楽しみかなと。もう多分いろんなチームは来年に向けて車作ってると思うんで、あのそういう中でまだまだどこまで行けるかっていうのは多分どこのチームも分かってないんですけど、でもその中で来年はもうみんな開けてびっくり、
どこが速いかみたいなことになっちゃうと思うんですよね。ああいいですね。そうなると今までの勢力図変わって応援する方もまた見てても楽しいですもんね。そうですね。ここが来るかわからない。そうで大体そういう時の1年目って誰が勝つかマイレースわかんないんですよ。ああいいですね。そっちの方がやっぱり面白いですよね。そうなった方がね。ね。いやなるといいですね、ほんとね。ね、楽しみで、もうワクワクしますね。ワクワクしますしますよ。ここは薄くないですよ、結構本気で。皆さんも今の話聞いてワクワクしてますよね。大丈夫ですか。あんましなかったみたいですね。いや、してますしてますよ。ちょっとプレゼン不足でした、すいません。いやだいぶこの裏の裏の話までしていただいて、いいなというふうに思いますけど、まあでも亀井さんもこれからも、まあ、来週とそして月末と、はい、日本でもずっとこうねまた忙しくなるというふうに思いますけど、はいはい、まあここに来た方特に今、今日の、ね、F1 見た方はホミラー日本もね来てくれるっていう方多かったじゃないですか。そうですね。だぜひ皆さんね月末の方、亀井さんを応援しに鈴鹿サーキットまた帰ってきてくれる方いいと思う。いいと思うですね。いいと思うですね。いいと思う。ありがとうございます。サングラスかけてきたらよかったね。そうタモリさんってことでね。タモリさんわかりますか皆さん。そっか大丈夫ですね。大丈夫です、ね、大丈夫でもねそういう意味ではぜひね帰ってきていただきたいなというふうに思います、はい、まああとねまたチャンスがあればというかね神さんにやっぱ出ていただいてねえ F1 の方ねえねえ出たいんですけどねそんな簡単じゃないですよね。そのなかなかいろんな歯車が合わないといけないですね、はい、ただ僕たちはいつでも出た時には応援する用意はしてますよね、はい、皆さんね。やっぱね、だんだんとね、皆さん若くなってるじゃないですか、ドライバーだんだんとね、心に傷を負うようにね、あ、俺も毎年老けたなっていう風に、ね、毎年帰ってくるたびに感じるんですよ。そうなんですか。ちょっとね、ちょっとそこはね、ショックですね、毎回。今年もね、やっぱね、あんな若いドライバーみんなイケイケやなと。で逆には僕ら世代でいくと、多分僕らの世代って誰かいましたっけ。セブがちょっと、まあ、年下なんですけど上なんですよ。1年キャリア的な2年早いかな僕より。あ、そっか、僕のちょっと下でいくとチェコかペレスぐらい、うん、あ、ヒルケンブルグや、はい、多分同時期は、うん、多分そこぐらいなんですけど、まあそこら辺から今そこら辺って結構まあまあこの F1 界ではちょっとベテランの世界に入ってきそうな、うん、ベテランというか中継に完全に入ってきてるから、うん、まあ、完全に僕もその世代の人なんで、なんかそういう風になってきたんだなっていうの。僕いた時って全然僕まだ若い古いだったんで、うん、それがもう気が付いたらこうなったから、ちょっとなんか時代ってこうやって変わっていくんだなっていうのを正直感じてます。まあでも亀井さん、人は1年経てば1歳年を取りますから、はい、それは人の摂理でございますから、はい、説教されている。いやそうじゃない、そうじゃない。ただね、もうただまだイケイケの亀井さんをね僕たちは見ていきたいですし、はい、トークショーの中でもねこんだけイケイケに喋っていただけるのは亀井さんだけですからね、これからも亀井さんを応援して、そしてステージへまた集まっていただいて、はい、そしてレースの方では応援して、そして気持ちでぜひね、いろんなところに僕たちのパワーで何やった今の連れて行きたいな、今の何やった。僕もやっぱクロちゃんみたいにそんなゴールドのシューズ履かなあかんかな。こ、ね、どこで買うか分かれへんもんね、こんなゴールドのシューズ。これね今日どこで買ったんですかこれ。これはねたまたまオアフ。オアフハワイのオアフ。はい、おしゃれですね。いやいやいや、しかも45ドル、安いですね。そうそう、金と銀2足買っちゃったんですね。素晴らしい。はい、安かったんでね。優しい、はい、ステージということでね。なるほど、はい、僕の口だけで今30秒喋っていただいて。いや全然いいですよ。ありがとうございます。ぜひ喋ってください。ありがとうございます、はい、でも本当にね亀井さん自身ね応援しなきゃいけないとは思ってますので、はい、僕たちもね、やれることはやります、はい、頑張ります。ぜひぜひ、あとまあ今日こうやってねたくさんの方集まっていただいてますので、はい、ぜひ皆さんにメッセージを送って、これからも小林亀井ここにありというのをぜひお願いします、はい、ここにあり、難しいですね、はい、皆さん本当に今日はお疲れ様でした。まあ天気が本当に良くなって、あんまり苦なくまず今日のレースが見れたことは良かったかなと思います。まあ、本当にこの鈴鹿、まあ、残念ながら今日はなんかすごくいい展開っていうよりも、まあ、やっぱり大体予想した展開だなっていう感じにはなったと思うんですけども、さっき話したより、まあ、来年やっぱりこの F1 ってすごく大きくルールが、まあ、変わる転換期なので、やっぱりそういう意味でも来年はさらに多分 F1 が楽しくなるのかなと、思ってます。
ぜひこの鈴鹿に、皆さん日本人の人が本当に、鈴鹿を楽しみに戻ってきて、その気持ちがやっぱりドライバーに本当に伝われば、ドライバーはもっといい気分でこの、鈴鹿を走って、レースを盛り上げてくれるんじゃないかなと、思うので、ぜひ全力で、皆さん応援してあげてほしいなと思います。と同時に、もうここまだあのレースやめたわけじゃないんで、全然レースいっぱいやってるんで、そうですよね。もしちょっと暇だなと思った時はちょっとネットで僕がどのレースやってるかっていうのをチェックして、時間があれば、WEC という世界選手権、耐久世界選手権と、スーパーフォーミュラっていう、レースをやってます。スーパーフォーミュラはこの鈴鹿で今月末かな、はい、にあるのと、来週僕は鈴鹿で、鈴鹿には富士で、ウェックのレースがあります。そういうふうに、まあ、レースは本当にいろいろやってるので、ぜひそういうレースも見に来てほしいなというのと、あと、まあ、来年も、ルマン24時間というすごく大きなレースがあって、本当に30万人見に来るんですよ。で、まあ、24時間長いんですけど、全部レース見てくださいなんか誰も思ってないです。正直どんなレースなんだっていうのをやっぱり見てほしいなと、雰囲気を見てほしいなっていうのと、このルマン24時間レースも携帯のアプリでオンボードからレースまで500円、スポット参戦で500円で、見れたりするように、結構テレビを契約しないと見れないとか難しいんじゃなくて、スマホで本当にアプリで簡単に見れる時代にもレースってなってきてるんで、まあ、もし気が向いたら、見てほしいなと思います。それでは皆さん、3日間かな、1日の人もいるかもしれないですけど、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。今カムリさんがお話ししたこと詳しいのここに出てますので、ぜひね、こちらの方で。絶対嘘でしょ。はい、今のは嘘ですね。はい、ここに出てたらすごいすごいなと思いますね。小林匠さんのオフィシャルホームページをご覧になっていただきたいなというふうに思います。はい、ね、はい、ということで本当にね、3日間どうもありがとうございました。ありがとうございました。小林匠さんでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、ということでね、匠さん本当一番ねおしゃべり上手ということになってますけどね、まあいろいろね、お話聞いてみたんですけど、やはり予想通りの展開だったんでね、ちょっと話がねもう膨らまなかったんですが、まあ月末の鈴鹿のね、ぜひスーパーフォーミュラの最終戦、カムイさんを応援しに来てください。さあ、この後オークションですが、何回かねお伝えしていますが、現金のみの受付になります。とってもいい商品が、皆さんもウェブで見てると思いますが、とてもいい商品がありますので、ぜひ昨年もすごく盛り上がりましたが、ぜひぜひオークションの方参加していただきたいなというふうに思います。